2007年の台風のデータ。例年よりも北で発生し、寿命の短い台風が多かった。一方で台風の発生数や日本への接近数、日本への上陸数は平年並みであった。この年の台風2号より拡充された台風情報が適用された。万七百一点零一 w 四月一日にトラック諸島近海で発生し、アジア名、混例と命名された。 サイパン島を強風域に巻き込みながら北上、その後北マリアナ諸島北部を通過し、5日21時には南鳥島に接近、台風が接近した地域に大きな影響は出なかった。20702.02ワットアマン5月17日にカロリン諸島近海で発生し、アジア名 E2 と命名された小笠原諸島に接近し、 大島など暴風域に巻き込んだ小笠原諸島には前年の台風14号以来となる強い台風が接近したことになる。20703.03ワット7月5日にトンキン湾で発生しアジア名トラジーと命名された。命名国は韓国で気境を意味する。海南島と中国、ベトナムに囲まれた非常に狭い海域において発生したため、 発達しないまますぐに消滅して、短命台風に終わった。20704.04W ベベン詳細は、平成19年台風第4号を参照を7月9日3時に、カロリン諸島付近で発生し、アジア名、マンニーと命名された。命名国は、香港で海峡の名前に由来する、太平洋高気圧の縁に沿って、勢力を強めながら、北西に進み、 13日は沖縄付近の海上に達し東、シナ海を北上した。14日には震度を東寄りに変え、14時頃に大隅半島に上陸後日向灘へと抜け、15日には四国沖から太平洋沿岸を東北東へ進んだ。なお、大隅半島上陸時の中心気圧は945ヘクトパスカルであり、7月に上陸した台風の中では最強の勢力となった。 死者3名、行方不明者2名。20705.05W 詳細は、平成19年台風第5号を参照7月29日に、マリアナ諸島付近で発生し、アジア名、ウサギと命名された。命名国は日本で、ウサギ座を意味する。8月2日に、日本の南海上を北西に進み、18時前に、宮崎県日向市付近に上陸。宮崎県、 大分県を縦断後に、津などを通過し、3日1時過ぎに、山口県宇部市付近に再上陸して、日本海へと抜けた。台風の接近時刻と満潮時刻が重なったため、山口県瀬戸内側で高潮による被害が発生した。死者7名、行方不明者2名、20706.07W チェデン8月5日に、フィリピンの東で発生し、アジア名、 パブークと命名された。命名国はラオスで大きな淡水魚を意味する。台風は先島諸島の南方を精神し、台湾南端の久し春半島に上陸した。その後南シナ海を横断して、関東省や香港に接近、海南東付近で熱帯低気圧に変わった後、急に進路逆転させて、東進を始め、中国本土の南シナ海沿岸から、 東、シナ海沿岸を進み、航海を通過して、朝鮮半島方面に進んだ。この台風により、関東省から山東省にかけての各地で大雨となり、140万人が被災した。雷周半島では200年に一度の大雨が降り、 一時間降水量2 1 3ート二十四時間降水量7 3 9ト、mm、ル総雨量9 3 5ト、mm、ルという観測値が報告されている。20万70 707.08W ドドン8月7日に沖縄の南で発生し、アジア名、ウーティップと命名された。台風は与那国島に接近した。勢力はほとんど強まらず。 最盛期の中心気圧は990ヘクトパスカルであった。20808.09ワットエゲー8月12日にフィリピンの東方海上で発生しアジア名はセーパットと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名エゲーと命名している。台風は次第に勢力を強めながら西寄りに進んだ後に北西に進み、 16日には猛烈な強さとなった。19日午前5時40分に台湾のカレン周辺に上陸。そして台湾海峡を横断し、カナ南に再上陸した。この台風は発生した当初から雲のバランスが良く大きさもほどほどで発達に適した条件を持っていた。フィリピン東方海域は台風が発達しやすい場所であるため、この台風も徐々に発達し、猛烈な 強さになるに至った。この年2007年に発生した台風の中では、最も勢力が強く、最盛期の中心気圧は910ヘクトパスカルであった。この年に猛烈な勢力となった台風はこの台風が初となった。この台風の影響で、フィリピンや台湾、カナンなどで少なくとも43人が死亡した。20709.10ワット詳細は、 平成19年台風第9号を参照8月29日9時に南鳥島の南東海上で発生しアジア名フィート台風は9月4日に小笠原諸島の北海上を精神した後に6日には伊豆諸島の再海上を北上した7日零時前に強い勢力で静岡県伊豆半島南部に上陸最盛期の勢力は 中心気圧965ヘクトパスカルだったが、この最盛期に近い勢力で上陸した。その後神奈川県西部を通過すると、次第に勢力を弱めながら、関東地方から東北地方を縦断し、8日1時前に北海道の函館市付近に、3時半頃に北海道胆振リシ町西部に、それぞれ再上陸した。台風は同日9時つくじに、 石狩湾付近の海上で温帯低気圧に変わった。20710.11ワット南鳥島の北東で発生し、アジア名、ダナスと命名された。先の台風9号に続き、かなりの高緯度での発生であった。この台風は北緯36度から北緯37度に達しても勢力が強まった。その理由は、この頃は統計150度付近で、 海水温の比較的高い領域が北方に伸びていたためであったと考えられる。20711.12W ハルコン詳細は平成19年台風第11号を参照9月13日15時に南大東島の南東海上で発生しアジア名ナーリーと命名された。台風は勢力を強めながら北西に進み14日には非常に強い台風となって 沖縄本島地方の近海を通過、台風の直撃を受けた久米島では15日1時26分に1958年の統計開始以来最も強い最大瞬間風速となる秒速62.8メートルを記録した。台風は15日から16日にかけて東、シナ海を北上し、16日夕方には朝鮮半島南端に達した。 その後17日9時には日本海西部で温帯低気圧に変わった。しかし温帯低気圧に変わった後もなお日本海を横断して東北地方に接近し、さらにその低気圧と周雨前線に向かって暖かく湿った空気が入ったため、東北北部の各地では記録的な大雨となり被害が拡大した。20712.13 W ゴーリング台風によって発生した洪水9月16日にフィリピンの東で発生しアジア名ウィパーと命名された台風は発達しながら北西方向に進み宮古島や八重山諸島など先島諸島を暴風域に巻き込みながら進んだ台風の影響により入リオ島では歴代第2位となる秒速65.9メートルの 最大瞬間風速を記録したほか、石垣島でも最大瞬間風速秒速59.5メートルを観測した。また、西表島特別地域気象観測所では、台風の目が通過した際に928.0ヘクトパスカルの気圧が記録された。19日午前2時半頃に中国の石膏省に上陸し、その後熱帯低気圧へと弱まった。なお、 台風から変わった、この低気圧は、その後中国から北朝鮮方面に進み、北朝鮮では20日にかけて、最大368ミ、mm、リメートルの大雨になり、大きな被害が出た。この台風は中国を中心に各地に大きな被害をもたらして、多数の死傷者を出した。20万 713.15W9 月23日に、南シナ海北部で発生し、アジア名。 フランシスコと命名された。台風は西に進んで、海南島を通過後、ベトナム北部へと向かった。勢力はそれほど強くなかった。20714.16W ハンナ詳細は、平成19年台風第14号を参照9月30日に南シナ海中部で発生し、アジア名、レキマアと命名された。発生当初の時点では珍しく、 すでに強風域の直径が1 7 0 0トルという超大型の台風であったため、その広大な雲域ゆえに中心付近では雲のまとまりを描き、それほど発達することはなかった。10月2日に中国海南東に接近後、3日に最大風速約秒速32.5メートルでベトナム北部に上陸、数十万人規模の人が避難した。なお、 この台風は台風に昇格する前からすでに熱帯低気圧としてフィリピンを襲っておりフィリピンでも9人の死者と行方不明者、負傷者をそれぞれ1人ずつ出していた台風が上陸したベトナムでは少なくとも20人が死亡し8人が行方不明となった台風は4日にベトナム北部で熱帯低気圧に変わった20万 715.17W 以年 台湾の高等学校における被害10月2日に、フィリピンの東海上で発生し、アジア名、クローサと命名された。命名国はカンボジアで、鶴を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局は、この台風について、フィリピン名、イネンと命名している。当初は、同海域で停滞していたが、5日には、沖縄の南海上において、大型で猛烈な台風となった。 そして先島諸島に接近し、石垣島では最大瞬間風速秒速59.6メートルを観測。与那国島付近を通過後、台湾北部に上陸し、中国南部に再上陸。河中で熱帯低気圧に変わった。そして東、シナ海にて温帯低気圧になった。この台風は、偏西風や中央山脈の険しい独特な地形などが原因で、 やや震度が複雑となり、予報が難しい台風でもあった。日本では台風の暴風により、先島諸島で4人が転倒するなどして、重軽傷を負った。10月9日頃、台風崩れの低気圧が九州を通過し、北部九州で大雨となうた。台湾では土砂崩れや暴風などにより5人が死亡、53人が負傷したほか、 電線が切れるなどして220万個が停電した。また、中国でも、広州市で浸水などの被害が出た。20万716.27、W ミッドウェイ諸島の近海で10月6日に発生し、アジア名、ハイエンと命名された。しかし、かなりの高緯度で発生したこともあり、ほとんど発達しないまま短命台風として終わった。JTWC は当初は、 熱帯低気圧情報を出していなかったが、事後解析でトロピカルストームだったと判断し、改めて熱帯低気圧番号 27W を不番した。20万71710月6日に、日本のはるか東で発生し、アジア名、ポードルと命名された。台風になる前から鬱を巻いていた低気圧であったが、突然台風に昇格した。 20万 718.18W10 月12日に、ウェイク島の近海で発生し、アジア名、レン,レンと命名された。しかし、ほとんど発達することなく消滅した。20万 719.19W10 月19日に、マリアナ諸島付近で発生し、アジア名、カジキと命名された。最盛期には、中心気圧が四十五ヘクトパスカルにまで低下したが、 この最盛期に近い勢力で暴風域を伴って小笠原の父島に接近、その後日本のはるか東で温帯低気圧に変わった。20万720.20ワット不安人10月26日に沖縄県南大東島の南で発生し、アジア名、ファクサイと命名された。その後、伊賀県外風となって時速95キロメートルという高速で北東に進み、 伊豆諸島を通過、千葉県房総半島に接近した後、三陸沖の海上で温帯低気圧へと変わった。台風の影響により、八丈島では最大瞬間風速秒速42.5メートルを観測したほか、三宅島では観測史上最多となる約430ミリメートルの24時間雨量を記録した。この台風は発生からわずか1日半で、 沖縄の南方から一気に関東地方の南方へと抜けていった。20721.21W カバヤン11月3日にフィリピンの東で発生しアジア名ペーパーと命名された。その後精神してルソン島に上陸し南シナ海へと抜けた。20722.22W11 月12日にイオウ島の南で発生しアジア名 ターファーと命名された。しかしほとんど勢力を強めることなく、短命に終わった。20万 723.24W みな11月20日にフィリピンの東で発生し、アジア名、ミートックと命名された。しかし当初はしばらく停滞。そして、ルソン東北部に上陸して、被害をもたらすが、その後も沖縄の南海上で複雑な動きをし、 沖縄地方は長らく強風に見舞われた。また、八重山諸島で雨量が多くなった。20万 724.23W ランドを11月20日に南シナ海で発生し、アジア名、ハギビスと命名された。当初は、同海域を精神して、ベトナム方面へと向かっていたが、突然東に折り返して、発生地点に近いフィリピン方面へと向かった。なお、 台風23号と24号で合同台風警報センターの番号が食い違っているが24号の方が先に JTWC 分類のトロピカルデプレッションに昇格したからである。ありがとうございます。